はいどうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日なんですけれども、軟式野球界に新たな風が吹いたと言いますか、まあ僕らとしてはめちゃくちゃいい改定があったという、まあルールですね、道具の改定がありましたので、そちらちょっとね詳しく話していこうかなというふうに思います。で、今回改定やったのがピッチャー用のグローブなんですけど、まあ今までね、唯一ピッチャー用のグローブってかなり制限が厳しいというか、玉はみとか紐だったりカラーだったりで結構ね厳しいのが投手グローブといったところだったんですけども、今回めちゃくちゃ緩和されました。下手したらプロより緩和されたんじゃないかな。メジャーリーガーぐらいまでは NMB ぐらい、 NMB、 MLB だ、 MLB ぐらいルールがかなり柔らかくなったんじゃないかなというような感じがします。っていうのもちょっと聞いてみますね。もともとのちょっとピッチャー用のルール説明していきます。で、本体カラーは捕球面、背面、ウェブ全部が同じ色じゃないとダメでしたと。白、グレー、ポイントの色基準14枚より薄い色以外は制限なしと。白に近い色以外は使って OK ですよというルールでした。はみ出しは玉はみの場合本体の同系色、青だったら青系、水色サックス系とかは同系色という部類にはなると思うので、まあ、そういうのは大丈夫だったんですけども、青と赤とかはダメだったよと。切りはみの場合だったら自然色なんで OK です。で、ヘリ側はもともと制限がない。紐も本体カラーとは違くてはいいんですけれども、カラーリングとしては白、グレー、ポイント14番より薄い色以外は使用して OK というような、まあ、だからこれも本体カラーと同様で、白等は使えないよといった決まりでした。縫い糸に関してはこれは一切ヘリ側と一緒で規定は特段設けられてませんでした。で、指掛けはこれは本体と同じですね。まあ、小指、親指の指掛けに関しては本体と一緒の取り扱いで同色じゃないといけないよというルールです。で、刺繍は親指部分、親指部分の付け根の方ですね、まあ、親指のところに同色刺繍のみ、黒いグローブだったら黒い刺繍のみ、青いグローブだったら青い刺繍のみの刺繍のみ認められていたような感じでした。大体ね、平裏に入れちゃう人はいたんですけど、基本的にはルールとしては親指の同色のみの刺繍といったところでした。変わった点を言っていきます。今年の1月31日の、令和6年第1回理事会にて以下の通り取り扱いを改定いたしましたので通知いたしますというふうな、通知が届いておりました。以下、競技用の並びに、競技者等の安全面に支障がないと判断し、また軟式野球の競技性から使用を認めることとすると、言っております。改定後の前段連の取り扱い、補給面、背面、ウェブは2色まで可能。グローブの中で2カラー、まあ、だから赤青とか赤黄色とか2色のグローブが可能になります。これで、まあ、だから大谷選手のねグローブも軟式野球で使えるようになると、あのカラーリングでといったようなところになります。じゃあちょっと細かいところを見ていきましょう。補給面、背面、ウェブは2色まで、ただし白、グレー、ポイントの色基準14番より薄い色の使用は禁止。まあ白とかっていうところは変わらずダメなんですけれども、使える幅が増えましたと。2色までだったらいけますよといったようなところになります。はみ出し、これが変わります。玉はみでも何の色を使っても大丈夫になります。はみ出し制限なしで、ヘリ側はもともと制限なし、紐も制限なし。まあ、だから変わったところで言うと、はみ出し紐に関しては白も使えるようになったし、本体カラーと同系色じゃなくてもはみ出しの場合は良くなった。そこがめちゃくちゃ広がりましたね。よくまあメジャーリーガーとかで2色の白いレースを使ってる投手とかって見ると思うんですけど、それが軟式野球でも可能になりました。縫い糸に関してはここは変わらず、指掛けも制限がなくなりました。だから小指、親指で指色変えても大丈夫と。刺繍は氏名、背番号、チーム名などの刺繍の色、大きさともに制限なし。どこにどういう刺繍を入れても大丈夫です。色も何色を使っても大丈夫です。柄模様、新しく項目追加されましたね。2色であればだとは思うんですが、柄も OK です。まあ、商標ですね。まあ、最近いろんなところに、メーカーの刺繍とかが入ってるってことが多くなってきた。で、そこで制限はなくなりました。で、マーク類のラベルは、まあ、同じですね。そこもどこに何個入ってても問題ないよというようなルールに、かなり、僕ら寄りなルールに変わったのかなと。大きなところで言うとやっぱ
本体2色とはみ出しの色、紐の色といったところが僕の中では正直、まあ、大きい変化かなというふうに思っています。じゃあもともとねどういうグローブが今まで使えてたかっていうと、普通なオーソドックスな投手用グローブ、紐の色は違うのは OK だけれども、まあ、白が使えなかったりだとか玉はみの色が同系色じゃないといけなかったりとかっていうのが今までのルールだったんですけど、ちょっとここでね翔平さんのグローブを、はい、こちらね懐かしいですね、 Z のこれは元々のルールだとここのね親指の刺繍、これが NG だったんですよ。ここが今までだと、まあ、連盟じゃ使えない投手用だったんですが、使えるようになります、問題ないです。だからそれこそ紐の色と合わせた刺繍とか本体2色と合わせた刺繍のカラーができるようになるっていうような感じですね。なんでまあこのグローブ OK ですよっていうのがまず1点目。じゃあねこのゲンナモデルでちょっと比較していきましょう。翔平さんなんかこれ最初ピッチャー用だと思って買ったとかやって言ってたんで、まあじゃあこれをちょっとピッチャー用と当時ね、使うピッチャー用として見立てていきましょう。でこれに関してはウェブが2色じゃないですか、ウェブの2色これ使えるようになるんです。このまんまピッチャーがショート守っててこのグローブでピッチャーやるって言っても使えるようになったんです。でこれがね玉はみもこれネイビーなんですよね。ということは玉はみもともと同系色じゃないと使えませんでしたが、今はもうこれで使えるようになります。なので急にねピッチャーやりますよと、あの内野守ってて2色のグローブ使ってました、まあ、こういうでピッチャーやるようになりましたって言ったら、そのまんまそのグローブを使ってマウンドに上がることができるようになる。まあこれだったらですね3色とかだと本体に白が入っちゃってる人はちょっと使えないんですけれども、このグローブであればショートサードセカンド守っててからそのまんまピッチャー行ってもルール的に何も問題がなくなるといったような感じになります。はい、じゃあ最後ねちょっと僕のトレジャー、すいませんちょっと汚れちゃってるんですけど、僕のトレジャーこれでちょっと考えていきましょう。まず本体、まあウェブが2色これ OK になりましたので本体が2色なんですよ。本体が2色なんですけどこれでも OK になったってことです。2色までなら OK で、まあ、さっきのレンダーモデルと一緒でこれサックスのはみ出し使ってるんですけど、まあ、ここもね問題ないよと。であとは刺繍です。これ親指に刺繍入ってるんですよね、小指に刺繍入ってるんですよ。これも問題なく使えるようになったということになります。はい、といったところでまだね今まで何も知らずにオーダーしちゃって結局使えなかったって選手いると思うんですよね。そういったグローブがまた使えるようになる、オープン大会じゃなくてね連盟でも使えるようになるっていったところは、僕ら草野球人のね夢でもあったんじゃないかなと。メジャーリーグチックなグローブ使えるっていうところでは面白いところで言うと、マエケン投手 MK 王冠ってあるじゃないですか、あれを色で分けて使える、それこそ前田投手と同じ使い方ができるのかなといったところもありますし、ニューバランスなんで使えないんですけれども大谷投手のようなグローブを使うことができるといったところで、おしゃれの幅がすごい広かったなというような感じになりましたね。でたまに展示会限定で2色の投手用グローブとかっていうのが出てると思うんですけど、そういうのも買って連盟で使えるようになりますよというのがあるので、自分の好きなカラーリングがより使えるようになった、チームのカラーリングに合わせやすくなったというような感じになりました。これがね今のところだと全南連での更新といったところで、もちろん今まで通り中学生高校生に関しては単色のグローブのみとはなりますが、まあ、社会人草野球人にはとても嬉しいニュースとなったなというふうに思います。ということでね、皆さんもちょっと多分変わったよっていうのを知っとくといいかなというふうには思いますので、皆さんの方もぜひチェックしてみてください。なおかつねこれを機にちょっと派手なオーダーグローブを作ってみたりとかっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。ということで本日はグローブのね、ルール改定があったので、それについてちょっとお話しさせていただきました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。Yeah!